5番目、平成21年都市計画法からの問題です。では早速始めてください。はい、本紙の正解し丸ということになります。まず解説のところを見ていただきますが、この区域区分の定められていない都市計画区域内ということで、これ非線引き区域というふうに、ね、言っています。で、この場合、この面積要件なんですけども、3000平方メートル以上の、ね、開発行為ということで、これは開発許可が必要ということになります。あとはこの本紙にあります通り、このゴルフコースというね、言葉なんですね。このゴルフコースにここに関しましては、ちょっと言葉として注目しておいて、ね、いただきたいと思います。ゴルフコース、これ特定工作物なんていうね言い方をしています。特定工作物に関しましては、第一種と、あとは第2種とね、これ2種類あるわけなんですけども、このゴルフコースに関しましては第2種特定工作物にね、これ該当しています。で、その他にね、この第2種特定工作物、どんなものがあるのかなということなんですけども、例えば野球場ですとかね、あとはお墓、墓地、そういったイメージですよね。あとはテニス場ですとか、そういったところがこの第2種特定工作物に入ってまいります。で、先ほど言いました、こういった野球場ですとか、墓地とかね、テニス場に関しましては、これは面積要件1ヘクタール以上、つまり1万平方メートル以上ですね。の場合にはこれは必要になってくるわけですけども、このゴルフコース、ね、このゴルフコースに関しましては、面積、これ関係ないんですね。面積に関係なく、このゴルフコースということになってまいりますと、第二種特定工作物に該当してくると。このあたりをね、ちょっと注意しておいてね、いただきたいというふうに思います。では以上です。